皆さん、こんにちは。とりとりチャンネルの、とりのすけです。早速、前回の続きからプレイを進めていこうと思うよ。前回の動画では、四国に残った三好家の城の攻略に始まり、続いて、中国地方の城を相次いで攻略。さらに、島津から援軍も借り受けて、わずかに残っていた毛利領にも侵攻して、最終的に、三好、毛利の両勢力を、滅ぼし切った。というところまで、お届けした。今回の動画では、栗山デニアと何個城が必要なのかを調べて、できれば、その分の城を獲得して、三式睡眠エンディングに持っていくところまで、お届けしたいと思うよ。それでは、今回もプレイを進めていくぞー。で、どの勢力を攻めるのかについて考えたんだけど、三式睡眠エンディングの条件は、全国の過半数の城を支配下に入れることと、機内にある城を全て支配下に入れること。このうち、二つ目の条件についてはすでにクリアしているので、一つ目の条件を達成できれば、クリアできるということになる。それでは、柴家が現状持っている城の数を確認してみるとしよう。柴家の城数は、現段階で94個。全国の城の総数は206個なので、過半数ということは104個だから、あと10個城を取ればいいわけか。で、最初は島津から城を奪おうかと考えたんだけど、地理的な問題で、大合戦を起こしたとしても、威風でごっそり城をひっくり返せそうな場所が、島津との前線には存在しない。それだったら、相手北条を相手にして、関東平野で2、3発威風を吹かせてやれば、あっという間に城10個くらい落ちるんじゃないか。というわけで、軍団編成などをやり直して、関東平野に攻め込む準備を始めるよ。そして、およそ8ヶ月後。めちゃめちゃ時間はかかったんだけど、かつての本拠地である清洲城に舞い戻り、政策を採用したり施設を建てたり、何やらかんやら行って、関東に遠征する部隊の準備を整えた。今回は、他方面からの同時進行ではなく、主軍単独による一点突破を目指す。攻撃箇所を一つに絞ることで、敵部隊を集めやすくして、大合戦を連続して行おうという目論みだよ。軍を出発させてから、およそ半月後の5月上旬。婚姻同盟中の北条家に対して、同盟破棄を通告する。同盟が破棄されると、自動的に3ヶ月間の停戦期間に入るため、北条領侵攻のタイミングは、8月上旬ということになる。心中や、同盟関係の破棄に対するペナルティは、今作では結構重めな印象がある。多分、忠誠度の重要性を感じさせる場面が、新生では結構多いんじゃないかという気がする。武将たちは、気に入らないことがあれば結構すぐに出奔するし、戦場でも、大して粘らずにあっさりと退却してしまったり、攻城戦で防衛側に回れば、すぐに降伏してしまったりする。多分そのうち、出奔ラッシュが起こるはずなので、今のうちに、城主レベルの武将には攻めて、下方でも与えて、ご機嫌を取っておくよ。そして、運命の8月。よろしいですかね。停戦期間が終わり、北条領に攻め込めるようになった。それでは、国境近くに待機させていた主軍旧部隊を、関東平野の入り口、小田原城に向けて進軍させる。韮山城を無視すると、一本道しか使えないけど、一応広い道ではあるので、4部隊まとまって進めるはずだ。部隊の補強を合わせるため、少し時間をかけて進軍して、9月の中旬に差し掛かる頃、小田原城の北側、足柄上軍で、敵部隊と接触。さあ、これでどうなる？よしよしよし。相手は13部隊だから、勝てば威風強が吹く。この辺一帯の城が、ドカンと手に入るかもしれないぞ。敵軍総大将はもちろん、ご北条家第4代当主、北条氏政。さあ、これが多分、最初で最後の戦争だ。北条軍、ぶっ潰してくれるわー。戦場は、中央に落石ポイントがあるマップ。兵数的には大きく負け越しているので、射撃と落石で敵部隊を削りながら、どこかのタイミングで軒口を落として、優勢勝利を狙うしかないな。合戦中盤、戦場中央の崖下に、敵4部隊が密集するという、美味しい流れ。この調子で中央で行列作っててくれれば、その間に、軒口を狙うチャンスが出てくるかもしれない。その後、右翼側において、芝吉宗隊と1対1で戦っていた、南部春政隊が回走。このまま軒口まで追い込めば、南部隊の代わりが、左右どちらかの軒口から出てくるだろうけど、芝隊か、すでに左翼側で軒口に向かっている、松平元康隊。どちらかはフリーで軒口に攻撃できるはず。しばらくして、元康隊が軒口を落とすことに成功したものの、直前に、こちらも一つ要所を落とされてしまったので、ギリギリで指揮ゲージが振り切らなかった。とはいえ、こちらが戦場中央の要所を落とせば、それでおしまい。しかも、北条軍は、軒口疾患により全部隊が混乱中。これはもう詰んだな。そして、最後は要所を落として優勢勝利。いやはや、結構緊張したけど、なんとか勝ち切ることができたな。被害もえげつなかったけど、まあまあ、関東東北オールスターズみたいな北条軍が相手だから、5
5万以上兵が残ったなら、許容範囲かな。軍港第一位は、崖の上から射撃していただけの、織田信長隊。倒した兵数とかも加味されるのかもな。さあさあ、それではお待ちかね。威風峡のお時間がやってまいりました。我らの勝利を振り回るのだ。シュドーン。あれ、思ってたより結構狭いぞ。しかも、本拠地の小田原が落ちずに残っている。そうだった、本拠は威風では落とせないんだった。ガチで忘れてたよ。さて、とりあえず合戦に勝利したはいいものの、小田原城は普通に攻城戦で落とす必要がある。幸い、威風によって、城内の兵は一掃されてるみたいだから、取り付いて強行すれば、すぐに落ちるだろうけど、それでもちょっとめんどくさいな。結局、9月半ば頃に城に取り付くまでに、小田原城の兵が160人ほど回復してしまい、ここでまた少し時間を下ろす。敵軍が攻めてきてくれるのはいいんだけど、こちらの部隊が現地で即応できてないのは、ちょっと想定外。早いとこ落としてくれー。いかなる手を。結局、小田原城が陥落したのは、月が変わって10月に入ったタイミング。そして、半月ほど足止めを食らっている間に、芝軍の部隊では、腰病老の赤信号が点灯し始めた。これは、表担当ちゃう。まだ3個しか城を落としてないのに、まずいぞ。この調子で前進しても、あと7個城を落とすより、病老が切れる方が絶対早い。とはいえ、ここで前進を止めるという選択肢はない。北条軍に攻撃のターンを渡すわけにはいかないのだ。進むも地獄、引くも地獄。それならば、前へ。10月半ば頃、小田原城と玉縄城を結ぶ街道上で敵部隊と接触。ただ、敵軍は7部隊。ここで戦っても威風弱にしかならないから、城を落とすことはできない。とはいえ、兵糧の残量的に、新たな敵部隊の到着を待っている余裕もない。仕方がないので、ここで敵部隊を沈める。威風弱で周辺の軍をひっくり返して、自分部隊が移動しやすいようにするのだ。今回の敵軍には、黒人衆部隊が3つも含まれていたので、割とあっさり勝利することができた。いつもこういう合戦だと助かるんだけど、まあまあ、さすがにそう都合よくはいきませんわな。威風弱のアニメーションは、最近は飛ばしていたんだけど、このプレイ時には若干テンパっていたので、スキップするのを忘れて、ボケーっとしてた。小机城周りがひっくり返って、城を囲みやすくなった感じだから、そのあたりで敵部隊を待ち構えるようにしようかな。10月下旬、吉宗隊が小机城に到着したタイミングで、北条氏国隊と接触。ただ、周辺に敵部隊がいなかったため、この合戦には何の意味もない。結局、氏国隊はこの後、マップ上で処理した。それから約半月間、威風注意城をひたすら求めて、小机城周辺を徘徊していたら、ついに、敵8部隊が戦場範囲に入った。予想外の出来事だったので、慌ててるんだけど、小机城の南側から、東に向かって伸びる街道上にいた敵部隊を、カウントし忘れていたという、いつものボンミス。そして、ようやく数え漏れに気づいて納得したので、いよいよ、北条氏政との二度目の合戦に挑むよ。さっきは、最初で最後だとか言っちゃったけど、この分だと、あと何回かは戦わなきゃいけないかもしれない。ひどくダサいけど、それもまた自分。ポジティブに捉えていこう。兵数の少ない部隊を潰していって、部隊数差を覆した上で、敵の木口を吸収。このくらいの規模感の合戦が、一番やりやすいな。一回前の合戦と同様、割とあっさり勝つことができた。あと、レベルの高い騎馬突撃、鉄砲戦車が、プレイ後半は必須。これらがなかったら、効率よく合戦に勝てないと思う。さて、威風中のお時間がやってまいりました。シュドーン。まあ中出しだとうかな。小机城と江戸城がひっくり返った。これで、北条から奪った城は5個。クリアまで、あと5個の城を取らなきゃいけない。ただ、芝軍の部隊はすべて、腰病老が赤信号。吉宗隊に至ってはすでに病老ゼロで、兵力減少中。これはマジでやばい。とりあえず、北条の目を、一旦別のところに向けさせたかったので、信濃の小諸城に向けて、各所から部隊を出撃させ、総勢約11万の軍勢を送り出した。これで、小諸城や砥石城のあたりで、敵味方の軍勢がわちゃわちゃしている間に、北条から奪い取った、南関東の城を整備して、再度攻勢に出る、という流れを、想定しているよ。もちろん、これまでも何度もミスや間違いを犯してきた鳥之助のことだから、この想定も、後々間違いだったということになる可能性は、非常に高い。それから数日後、兵糧切れによって壊滅する、ギリギリ1、2歩手前のところで、吉宗隊が玉縄城下に帰還。さっさと解散させて、東の方に本拠を移したいんだけど、解散させる前に、小田原城に向かってきてる敵部隊を排除しておきたい。そして、この玉縄城下にいれば、末原さんの部隊に誰かを当てるだけで、合戦に持ち込めるはずだ。
数日後、松平元康隊が、水原隊に接触したことで、北側の街道を進んでいる、小野寺さんの部隊も含めた、2部隊を相手に、合戦ができることになった。このままだと、4部隊対2部隊の合戦で、小さいマップで戦わなきゃいけないので、玉縄城から部隊を出撃させて、これで5部隊対2部隊。大きいマップで戦えるから、うまくやれば、退路封鎖で勝てるかもしれない。というわけで、うまくやって、小野寺隊を足止めしている間に、軒口の破壊に成功。やっぱ合戦するなら大マップがいいな。相手が1部隊で、こちらに混乱持ちがいるなら話は別だけど、ビーチフラッグ形式なら、部隊の強さとか関係なく、勝利のチャンスがある。さて、これで一応、喫緊の問題には対処できた。まだ小さな部隊は攻めてきてるけど、あれくらいなら、徴兵だけでも対応可能だ。そして、北条軍の様子を伺ってみると、結構な数の部隊が、北信濃や甲斐に向かって進軍している。うむうむ、悪くないな。各所で北条軍の攻撃を受け止めつつ、同時に、再攻撃の準備を進めることにしよう。1ヶ月弱の時間が経過して、12月の下旬に差し掛かる頃、千葉吉宗がようやく清洲城に帰還したので、本拠移転の準備。本当は、つつじが先あたりに引っ越そうかな、と思っていたんだけど、どうやら、敵軍の目標にされている城には、お引っ越しできないらしい。あと、北信濃でやや北条軍に押し込まれているので、合戦でテコ入れする意味も込めて、深志城に本拠移転してみた。ちょうど、北条軍の気を引くため、小諸城に向かわせた軍勢が、ぼちぼち到着する頃合いだから、その辺の部隊をうまく利用しながら、戦うとしようかな。年が明けて、1月中旬頃、吉宗の移動前に出撃させていた部隊が、城に戻ってきたので、柴吉宗隊として、改めて出撃。すると、諏訪湖の北側で攻撃されている敵部隊が、合戦範囲に入ったので、まずはこいつをサクッとやっつけるよ。いつものように、退路封鎖で倒してあげた。このくらい有利な合戦では、もちろん勝って当たり前なんだけど、問題は、これから先。北条軍の精鋭たちとぶつかって、合戦で、ちゃんと勝てるのかということ。敵軍は兵力も多いし、部隊数も大量。威風を起こしやすいという意味ではありがたいけど、それは、こちらの部隊が精鋭だったらの話。小諸城攻めに動員した部隊は、各地からの寄せ集めだから、正直、質についてはあまり期待できない。しかも、細い道が入り組んだこの規制。戦場範囲の把握が大変そうだ。まあでも、やらなきゃしょうがないんだから、やりますけどね。月が変わって、2月の頭。戦が始まる。備えよ。これは、吉宗隊が接敵したというお知らせ。ここで合戦した場合は。ああ、無理無理無理。3対3で兵数も負けてたら、勝てたとしてもギリギリになる。この大事な局面で、そんな爆地はさすがに打てない。一旦引き返してから、ぶつかり直そう。20日ほど経った、2月下旬。吉宗隊が、砥石城下で敵部隊と接触。ここでの合戦は、5部隊対10部隊。いやいやいや、無理無理無理。なかなか有利な形で敵軍と当たれないな。この辺りは、狭い街道が多くて、特に東西方向をつなぐ街道が軒並み緑色だから、芝軍側の兵数多い部隊が、戦場範囲になかなか入ってこれない。ちょっと迂回しながら、タイミングを探ることにするよ。月が変わって、3月の頭。吉宗隊が、再び敵部隊と接触。ただ、今回は敵部隊が少し位置を変えていたので、5部隊対3部隊で当たれる計算になった。別に異風が発生するわけじゃないんだけど、この周辺の軍の制圧を続けるためにも、敵部隊を間引けるときには、多少間引いてしまっても、問題ない気がする。そんなわけで、ここは合戦しておくよ。今回は、甘春隊をおびき出すことに失敗して、回想させるまで軒口前で戦う羽目になったので、それなりに被害が出てしまった。とはいえ、これで少しは敵部隊を間引けたし、軍の制圧にかける時間も確保できたな。なんとかこの調子で、芝軍の部隊が集まってきてくれるといいんだけど。ちなみにこの間、南関東の方では、敵部隊の散発的な襲来を、それぞれの城に転封させた、主軍の武将たちで撃退しているという状況。さすがに放置しておくことはできないんだけど、一応、そこまで大きな進行はない。北条軍の目標は、あくまでも北信濃が第一らしい。ご命令を賜りた。そして、さらに数日後。再び、北条軍の部隊と接触。今回は、砥石城の南側の、熱という軍での接敵。そして、合戦の概要を見て驚いた。なんと、16部隊対11部隊という、超大規模な戦い。どこから16部隊なんていう数が湧いてきたのかはともかくとして、敵軍があと1部隊増えれば、異風境を吹かせることができる。これは何としても狙わなければ。そして、どうやら小諸城下までが、戦場範囲に含まれていることが分かったので、戦場範囲の外にいる、南部信長隊が小諸城下に到着するまで、
時間を進めることにする。これ、来たんじゃないか？よっしゃー。16部隊対12部隊の大合戦になったぞ。これで威風強を吹かせれば、砥石城と小諸城の陥落は確実。信濃に集まっている北条軍も一掃できて、遠かったゲームクリアが、ようやく見えてくる。ただ、最後の問題は、この敵軍に勝てるのかということ。一応、削れている部隊も3個ほどいるみたいだけど、どうせこれらの部隊は、最初の戦場には出てこないだろう。あとは、敵将の質だけど。弱いってことはないと思うけど、パッと見で目立つのは、最上義明と芦名森氏くらいかな。まあまあ、そういう芝軍の方も、質的には中の上くらいな感じだけど、一応、騎馬持ちや鉄砲持ちも何名かはいるし、北条軍よりあからさまに弱いってことはないだろう。よし、なんとかなりそうな気がする。この合戦に勝って、ゲームクリアを一気に手繰り寄せるんだ。敵軍総大将は、北条家の一門衆、北条綱隆。ご北条家第二代当主、宇治綱の養子となった人らしい。でもそんなの関係ねえ。ぶっ潰してくれるわー。今回の戦場はくしくも、北条家との初めての大合戦だった、足柄上軍のマップと同じ。中央に、落石、射撃のポイントがあるので、崖下の要所に寄ってくる敵部隊を撃破して、敵兵力を削りながら、敵軍の動きの隙を見て、軒口を破壊しに向かうという作戦。ただ、やはり今回の戦は、前回よりは自分部隊の質が落ちていることもあって、同じような流れではあるものの、もう一押しが足りない。左翼側の敵の木口には、まだ近づけていないし、中央の要所で敵軍の攻撃を受け止めている部隊も、だいぶ削られてしまっている。ここは一丁、落石で援護してやるぜ。ファイトー。一発。すごいすごい、3700近く兵が削れた。そして、ようやく右翼側で、軒口前を守る部隊を改装させ、軒口破壊のチャンスが生まれた。敵部隊が壊滅、撤退したら、代わりの部隊が出てくるわけだけど、反対側の軒口から出撃する可能性もある。と、思ったんだけど、あっけなく賭けには敗北した。いやー、なかなか押し切れないな。その後も戦局は一進一退で、自分側も一部隊が解放。苦しい時間が続いているけど、やっぱここいらで、あれが必要なんじゃないか？ファイトー。一発。なるほどなるほど。被害兵数は、さっきも3693人だったし、落石を食らう部隊が同じなら、毎回同じダメージなんだな。ただ、2回の落石を食らった芦名森氏隊が改装してからは、ようやく事態が好転。着実に要所の制圧と敵部隊の撃破を繰り返して、結局、最後まで敵の木口は破壊できなかったけど、最後は要所の制圧で締めて、これにて優勢勝利。自分の損害もとねえことになったけど、なんとか無事に勝ち切ることができた。うわぁ、両軍ともにすごい損耗率。特に北条軍は、7割近い兵を失っている。やっぱ、合戦が長引くとこうなっちゃうよな。そして、軍港第一位は、今回も、崖上で射撃を担当した、桃木三太夫の部隊。やっぱあの位置は軍港稼ぎやすいのかな。敵総大将の北条綱隆さんは、捕獲したんだけど、もちろん投用できず、処断させていただいた。さあ、威風強のお時間がやってまいりました。関東まで届けー。我らの名を轟かせてくれ。チドーン。お、広い広い。とはいえ、さすがに関東には届かないか。予想通り、砥石城と小諸城が陥落。まあまあ、悪くないよ。神津家方面に進行する道も、かなり解放されたし、これはもう、国峰城あたりにこのままなだれ込んだ方が、早いかもしれないな。よし、そうしてみよう。そして、月が変わって4月の上旬。吉宗隊が、国峰城下で敵部隊と接触。この戦いは、13部隊対10部隊。あと2部隊待てば、威風強が狙える。ただ、この後いろいろ確認したんだけど、最終的には、このまま威風中狙いで合戦することにした。近くに見えるけど、美濃和城下にいる敵部隊は戦場範囲に入ってないし、どうせ、国峰城と美濃和城は落ちるだろうから、最後の城一つくらいなら、関東平野まで出張れば、サクッと落とせるだろうと思ったからだよ。そんなわけで、神羅の戦いを始めるよ。敵軍総大将は、大道寺正重。ぶっ潰してくれるわー。戦場は、中央に池があり、両サイドに射撃要所があるというもの。こちらはさっさと射撃要所を落として、効率よく敵兵を削っていく。この調子なら、割と簡単に勝てそうだな。
結局、敵軍に群衆や軍隊の部隊が多かったことから、途中からは敵部隊の回想が相次いで、軒口を攻め落とすまでもなく、あっさりと勝利。被害兵数的にもまずまずだったし、まだまだいけそうだな。あと一回、どこかの城の近くで威風を起こせば、それでおしまいだ。いやー、なんとかクリアできそうだぞ。さて、威風中のお時間ですね。我らの名を轟かせてくれ。指導音。よしよし、国峰と美濃和が起きたな。あとは、押し城下新田金山あたりを狙えばいいだろう。ラストスパートだぞ。あれ？なんか、エンディングっぽいものが始まったぞ。どうやら、計算が間違っていたのか、さっきの二条陥落で、クリア条件を満たしていたらしい。なるほどなるほど、これで三式推認されて、どれかを選んで、ゲームクリア、という流れなのかな。いやー、それにしても、申請難しかった。発売日から1ヶ月半近く過ぎて、ようやく初めてのクリア。初見であるということを差し引いても、城一つから始めるのはめちゃくちゃ大変だということが、よくわかった。こうやって、無事クリアできたのも、日々動画をご覧になってくださる皆様からの応援があったればこそです。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。改めまして、とりとりチャンネルのとりのすけです。今回、三式推認エンディングまでプレイしてみて、いろいろわかったこともあったので、もしもう一度、しばけでプレイしていくならという過程で、ちょっとだけ触りの部分をやってみたいと思うよ。今回のプレイで大変だったのは、特に前半、織田家を倒すまで7年間至福の時を過ごして、やっとの思いで城を増やしたと思ったら、その間にがっつり超えた、武田や三好にボコられるという、ひどい流れだった。やっぱり、スタートダッシュって大事だと思うので、今回はそれを意識してプレイしてみるよ。シナリオが4月から始まって、翌月には、大官たちの頑張りによって、岩倉衆の懐柔が終わった。そういたしましたら、岩倉衆を出陣させる。目標はもちろん、本願寺の長島城。ちなみに、前回同様、斎藤家には心中している。ここら辺は軍艦の距離も狭いし、適量に牽制部隊を送るふりをしていると、たまに見逃して、潰されたりして、直後に攻められて、ジ・エンド、ということになりかねないから、ここは無理をせず、心中しちゃっていいと思う。清洲城からも部隊を出撃させて、長島城支配下の軍を一つ制圧しに行く。制圧を始めると、大抵敵部隊が撃って出てくるので、これは5部隊対1部隊の大マップで、できるだけ損害を抑えて勝ち切る。敵部隊の排除が終わったら、吉宗たちは騎乗させて、岩倉衆と軍隊の部隊だけで制圧を続ける。こうしておけば、大官たちの内政の手が止まることもない。しばらくしたところで、敵部隊が再度撃って出てきたので、もう一度5部隊を出して打ち破った。これで、長島城の兵はほぼいなくなった。そういたしましたら、岩倉衆には再び、長島城を攻めてもらうとして、軍隊の部隊には、新たなミッションを授けることにする。それがこちら。まあ正直、道順とかはどうでもいいんだけど、長島城を通過させることで、城攻めに参加させつつ、最終的な目標を、足利家の朽木谷城に設定する。これは、停戦仲介封じ。途中、領内を通過する、アザイや六角も適正職になってるけど、そっちは副次的なもので、あくまでも狙いは、足利家と敵対すること。こうしておけば、足利から仲介の使者は来なくなる。そうこうしているうちに、7月になって、川波衆の懐柔が完了した。川波衆には、すぐに出撃してもらい、長島城の2方向目からの包囲を目指す。ついでに、清洲城からも一つだけ小さめの部隊を出して、3方向目からの包囲を、目指せそうだったら目指す。9月になって、岩倉衆らの兵糧が切れそうになったので、清洲城からの部隊とスイッチさせる。この調子で行けば、川波衆の部隊の兵糧が切れる前に、城を落とせそうな感じ。ちなみに、足利家の朽木谷城には、伊能貞宗隊を向かわせていることになっている。10月の中旬頃、長島城の兵が撃って出てくることもなく、足利から停戦仲介の使者が来ることもなく、ほとんど兵を失わずに、長島城が陥落。これで、スタートから半年くらいで、2つ目の城をゲット。この後は、常に安土城を目標に設定しながら、六角家の亀山城支配下の軍に侵入。そうすることで、工場予約ができるから、伊勢長野家を多勢力に奪われることもないし、行けそうだったら、亀山城の兵を合戦で潰して、今後の六角攻略の布石とすることもできる。ちなみに、早めに城を落としたり、合戦に勝ったりしておけば、こんなボーナスも。どうやら、この時代はこの辺りでうろちょろしているらしい。今回は東洋だったけど、士官で向こうからやってきたこともあった。はい、まあまあ、そんな感じで、序盤の六角の拡大を抑えつつ、
伊勢長野や北畑の人材を手に入れることができれば、柴家の難易度も少しは下がるんじゃないかと思います。もちろん、もっと上手な方法もあるでしょうから、またぜひコメントで教えてください。そんなわけで、今回の城一つからシリーズ、柴家編はこれにておしまい。次回のシリーズもよろしくお願いします。鳥之助でしたー。